市原市の皆さん、こんにちは。チェーンソーカーバーの栗田博夢です。この度は市政施行60周年おめでとうございます。私はチェーンソーを使いまして、丸太に彫刻をするということをですね、仕事でやってます。クオードの森をですね、10年前から使わせていただいて、カービング講座をやっております。カービング講座にはですね、県外からも来る方もたくさんおりまして、その市原を知っていただくっていうこともですね、できて、とってもいいんじゃないかなと思って活動をしています。これからも市原市にあるたくさんの木を使いましてですね、新しい命をその木に吹き込んで、作品作りをしていきたいと思います。そして皆さんにたくさん見ていただこうと思います。チェーンソーカーバーの栗田博夢でした。